広陵高校の小笠原選手です。お疲れ様でした。周囲館高校との一戦振り返って一言お願いします。いや今日は、まあ、前半からちょっと相手にペースを逃がす時間が多かったので、まあ、厳しいゲームになったけど、まあ、しっかり勝ってたんで良かったです。次がベスト8になります。意気込みをお聞かせください。まあ、今日出た反省をしっかり逃がして、次の試合も頑張って新人戦のベスト4を超えられる結果を残したいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。